タウンと来てるんですけど、今純也とね秋鳥もね来てくれてるんで、純也とは多分去年の10月から広島合宿でね、ウィナーズ純也が入りたてんとこ広島来て、アザスとね対人強化して、で、まあ、俺その時怪我してたんで病院通ってたんでやってないんで、やってないか。で今8ヶ月経ちました。純也の成長を見せてくれということで、はい、アザスも前回やりました1ヶ月ぐらい前、それを今日は純也と対人をたくさんやってって、まあ練習ですね、練習会。純也の Vlog なんか8月から毎日投稿始まったみたいなんで、あ、そうなんですか。じゃあ純也のVlog も概要欄じゃなくてその辺適当にどこ貼っとくんで、どこに貼れるんや、インスタグラムとかに今日はもう練習 Vlog っていう感じで、まあ秋よりはシュートを蹴る、で俺らは1対1でシュートを決める、しっかり守るというのを、はい、まあ練習で、はい、ウィナーズ練習がやっぱないんで、こういうのをちゃんとやんないといけないから、しっかりつけても、やるときはしっかりいきます。おい、ライディー、いいセンス、いいセンス、いいね、買ってたよ。俺パリ・サンジェルマンの時見に行ってんだよイメージ完璧やん。ゴールラ、ゴールラでした。うわーい、最高、いいね。今はついてこれんのか、今は自分のネットなんだろう、寄せがいいね。あ、ごめん、いや全然全然じゃあわざとだよ今のは、敬語のタッチが2回見て絶対来るだろうなと思ったから、え、靴脱いでる靴脱いでやれんないか、ボールみたい、ボールみたい、ボールみたい、いいよいいよ、あーちょっと俺ら見とって見とって、やばい、ボールみたい、ボールみたい、うわー、ナイス、めちゃくちゃいいやんけ、今の完璧な守備やったな、完璧、いや、俺ら、ま、俺らマジでやらんといけん、ほんまに、いや、全然全然全然、ボール見て、ボール見て、いやチンチンでしょ、シゲ危な、水まいた、あ、今もう完璧にタッチできてた、もう行かれてたよ、入るんかいオッケー、行こうよ、止まってこしべ、うわー、いいね、いいね、いいね、坂の腰喧嘩行きました、おじいちゃん、ここ、いや、いいな、来るな、まだ、ジュエ、まだ、うわ、うまい、今、我慢やったよ、ちょっと高いね、重心が、いいね、戦ってるね、ちょっと今のはもうキックフェントやるやるオーラ出てたな、うわ、当たってる当たってる、お前復活できるんや、腰ってバカシンプル結果、スピードの届きって止めちゃう、そう、守備やりづらいよね、どれだけ相手のスピード落とすかも大事やね、俺の壁にビビって
るね。いや俺お前の股を開くの待ってたんや。ちょっと浮いたな。やっぱね、崖っぷちって強いから見とけよ。始まらんて、タイミング悪いて。やっとこやっとこやっとこ。お、いいね。アキラ止める。ナイス。いいよ。さあ、お前行きましょうか。はい、ジュニアにはフィジカル勝てると思ってたんで、こうなった時に一回当ててスペース作ってね。そうだね、アルボーにやってみたいなやつですね。うわ、読まれてる。うわ、完璧。体入れられた後爪入ってるや。いや、これ今日のじゃないです。これ古くないか、傷。これ、ちょ、なんか、あ、でも傷は。お前、ここに傷するやつ誰だよ。肘傷って聞いたことない。じゃあ、順夜連続で、この3分間で終わり最後。3分の1、順夜が勝ちました。これで順夜が3分の1以上回ったら概要欄入ります。7。やばい。お、いいね、いいね。うわー、きれい。うわいい守備。めちゃくちゃいい守備今の。いいね。まさに時報前に。うわすごいな、熱い。あと2本しかないですね。うわいいシュート。いや、いい勝負になってきました。打たせないのが一番だけどね、ジュニア。俺は抜きませんから、完全に。いや、なぜなら抜けないから。抜けないもう国は自分を分かってるってことでしょ。抜けないから俺は。いや、これ守ったら陣屋大丈夫です。相手はよろしくお願いします。こっち行こう。よし、頑張ろう。やろやろ。うわー、大丈夫、待ってください。ナイスナイストレーニング。その状態で1本入って。やばい、負けすぎだよ、おばちゃん。負けすぎだよ。いや、この今終わったと思ったこの状況。どこ行くよ。ロスタイム失点しました今。ロスタイム。あらナイス切り替え。はい、ということでね、ジュニア強くやってる。成長してるね。すごい。フィジカルっていうか間合いがね、良くなってる。確かにね、良くなってる。これからも、まあ、僕たちウィナーズでやってるんで、はい、ウィナーズの方も注目してみてください。お願いします。アキノルチャンネル、ジュニアのチャンネルの方も概要欄に貼ってるんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で。